なんて言うんだろう、自由度が高いというか、オリジナルのものが作りやすいですね。そうですね、はい、はい。そして次、4の方。はい、4の方、シルクコンサートになります。コンサートもできちゃう。はい、はい、こちらはですね、シルクの実際に弦を使用した、ギターを演奏していただくと。そんなギターがあるんですね。はい、絹の、弦なので、それを普通のギターにはめていただいて、それを弾いていただくと。ちょっと待って、今日のテーマ、こんなシルク製品あったらいいなですが、まさかギターは思いつかないですよね、上条さん。いや、音楽につながってくるの。ちょっとね、そこはね、事前に私たちもリサーチ少ししましたけどもまさかですね、これは実際に聴けるわけですね、音楽がね。はい、はい。次、5の方。はい、シルクブースといいまして、シルクは医療分野でも、使われておりまして、それを信州大学の皆さんに、展示していただくという形になります。医療、じゃあその信州大学の皆さんが普段こういうことも研究されたりしてるってことですよね。そうだと思います、はい。6の方。はい、シルクテイスティングです。シルクを使用したお菓子を実際に作っており、会社で作っている、会社さんありますので、それを動画で、はい、紹介していただいて、それを見ていただくという形になります。見るだけか、はい、見るだけなんですね。食べさせてはくれないんですか。来ていただいた参加者の皆さんに最後そのお菓子も、プレゼントという形になりますので。なんでその最初に教えてくれないんですか、はい、危なかったですね。思わせぶりでしたね。食べれないのかと思った、うん、プレゼントしてくださるんだ。それ余計に興味深く、うん、この動画も、ね、楽しめるかなと思います、うん。そして最後、7の方。はい、シルクメスリングと言いまして、シルクじゃなくて、マインドから出した、サナギですね。およそ2000匹の匂いを嗅いでいただくという体験になります。詰める、はい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 、はい。なぜこれ匂いを嗅ぐのかと思うんですが、五感で感じてほしいですもんね。はい、そうしたらやっぱりこの匂いも知ってくれと。そうですね。なかなか機会ないですもんね。そうですね。もともとその、なんていうんですかね、眉の中身の、まあ、どんなものが入ってるかっていうことすら分からないと思うので。でも そうね、知らないですよね、きっとね、初めての人たちはね、はい。もう私は岡谷市の出身ですから、学校にお蚕様がいて流れが分かってますけれども、あの眉の形にね、こう振ったらちょっとカラカラとか言ったりするけど、それが何なのか分かんなかったりしますよね、きっとね。はい、7つもあるんだ。上条さんだったらどれがいいですか。さっき言ってた色づけ。うん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 。もし夏とかだったら、はい、子供たちの自由研究にいいなと思って聞いてました。ああ、だからここでちょっと先取りして、うん、こういうのができるなっていうのを体感して体験しておいて、来年正式に発表するとかねできるかもしれませんね、うん。ああ、なるほどね。はい、でもこれだけでもシルクってすごい幅広いなっていうのを分かりました ね、 そうですね、はい。これはどういうふうにしたら参加できるんですか。はい、岡谷市の小学生には、皆さんには、チラシをお配りしてるんですけども、はい、そちらに応募フォームの QR コードがついてますので、そちらから、応募という形になります。なるほど。だから岡谷市の小学生の皆さんが対象になったイベントなんですね。そうですね、はい。家族も大丈夫ですか。はい、親御さんで来ていただいて楽しんでいただければなと思います。はい、だから事前にね、皆さん申し込んでくださいということに。はい、ちなみにもう申し込み始まってます。はい、始まっております。まだ大丈夫なんでしょうか。まだまだ余裕ありますので、ぜひとも。そうですか、応募していただければなと思います。わかりました。あれ、そういえばこれ何日にやるか聞いてましたっけ。あ、すいません、いえ11月の13日の日曜日から日曜日にやりますので、はい、1日かけてこれだけいろんな体験もできるわけですね、はい。そもそもこのイベントはどんな目的で開催されるんですか。はい、岡谷の伝統的な魅力の一つであるこのシルクっていうものを、皆さんに知っていただくっていうこともありますし、特に小学生の、はい、地元の小学生の方に、興味を持っていただいて、お買いを好きになっていただくっていうことも目的としてやります。なるほどね。好きになってもらいたいですよね。はい、知るだけではなく、好きになっ
ってもらうっていうのもねポイントかなと思います。ちょっと佐藤さんが今日はニコニコしているだけになりかねないのでここでちょっと佐藤さんにもお話をお伺いしたいと思いますが、はい、佐藤さんもこのイベント関わってるんですよね。そうですね、あの今回私はその一般の部員という部会員という形で、はい、あの他の方と同じ畑部会長のサポートするような形で当日も準備も関わっていくようになっています。なるほど。ちなみにですよ、はい、佐藤さんだったらどのこのイベント何の方やりたいですか？そうですね、私はやっぱり、テイスティングでしょうか。ごめんなさい。やっぱりそうですよね。まずはテイストして、テイスティングしてみないとね。私もあの事前の知識でこのシルク食べられるっていうのを知ってて、はい、でもなんか結構栄養価が豊富で。シルク、なんかそういうサプリ的なものとしても活用されているというところは知ってたんですけど、まあ、ちょっと実際に食べたことはないので期待しております、うん、シルクを使うとどういうお菓子になるのか、その味はねなさそうですもんね、なんか滑らかさとか、でも今みたいに成分的にちょっと美とか健康とかね、そっち側に、はい、わかりました。そしてあと聞くことありましたっけ、だいたいイベントのことはこういうことでしたよね、はい、畑さん、はい、畑さんが言いたかったことだいたいおっしゃっていただけましたか？そうですね、あと場所がですね、あ場所ね、はいはいはい、岡山のシルクファクトさんでやらさせていただきますので。わかりました、はい、そうですよね、はい、なんか太鼓演奏もあるとか。そうですね、開会式の、はい、最初に、太鼓を岡山の魅力の一つ生まれます、うん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 、最高を披露していただくという形になります。わかりました、ありがとうございます。そして今日もしかしたら、あ、なんかね飛び込みで誰か喋るかもっとおっしゃってましたけれども、今日は大丈夫そうですね。でなんか佐藤さんどうしたんですか？佐藤さん、まず佐藤さんが畑さんに耳打ちしてますけど、私に聞かれたらいけないんですか？いやいやいや、どうだ、何か一応このイベントの開始時間が9時から、あそれをぜひ、伝えるべきだという。そうです、そうです。あれだったんですね。ちょっとあのバラされてしまいまして。いや、ね、これはだってね、急に佐藤さん立ち上がったら何事かと思いますから。そう、ちょっとね、あの距離を取ってますのでね、あの畑さんと佐藤さんの距離があるので、ね、ここをちょっと時間を言っていただいたわけですね。わかりました。じゃあ最後になりますけれども、ラジオをお聞きの皆さんに一言ずつメッセージ。お願いします。って顔した。はい、最後にね、まとめてお願いします。はい、シルクの魅力といいますか、シルクの使われ方などすごいいろいろ詰まった授業だと思いますので、ぜひあの足を運んでいただいて楽しんでもらえればなと思います。わかりました。そして、はい、小さなお子さん、親御さんでもそうですけど、やはりいろいろな、ただ見て聞くよりも五感、本当に食べて見て聞いて嗅いで触って、そうやって多くのことで記憶することでより印象深い記憶になっていきますので、ぜひここでシルクに関して五感で感じていただいて、強い記憶に残してもらって岡山を好きになってもらえたらと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お二人の役目が終えたところでメッセージが届いてますので、ちょっと一緒に聞いていただいてもいいですか？まずはですね、こちらが長野テイスト上州ドットノムさんから、こんなシルク製品あったらいいなですが、これは頭に浮かばないので好きなシルク製品をお話しします。お母ちゃんと結婚式に使用した振袖、それからシルク製品はシルバーハットもある、それからシルバーハットをウォーキングの時にかぶったら目を引きそうだねというメッセージを頂戴しています。結婚式の振り袖、ドレスもねシルクだったり、あの岡谷だとウェディングドレスとか飾ってあったりとかね、シルクのありますもんね、はい、はい、そういったものもねシルクの一つかなと思います。それからですね、伊達メガネさんから JC へメッセージです。最近マスクばかりの毎日になっていますが、シルクのマスクがあったら気持ちよさそうです。シルクのマスクってもうありますか？そうですよね、ありそうですね、使いたいですね。はい、そしてもう、あ、ごめんなさい、ちょっとね、も
つね紹介したいんですけど、今そのメッセージをどっかに飛ばしてしまいまして、ちょっとお待ちください。もう一つじゃあね、何佐藤さん、じゃあ私のちょっと、一つ最近聞いて、あ、そんないいものがあったんだっていうのがあって、枕カバーっていうのが今女性に大人気らしくて、そのシルクのツヤツヤしたっていうのが摩擦がなくて髪にものすごい優しくて良いという、髪にもいいし肌にもいいし、いくらもこの枕の上で私たちが寝相が悪くてもツヤツヤになりかねないと、この身近なものとして人気が出てきているというのもまた一つあるのかなと。枕カバーはね、いいと思います。ニセアモシカさんから、シルク製のアモシカがあったら今アモ、何ですかシルク製のアモシカってアモシカの体がシルク製になってる、めちゃめちゃツヤツヤしてるじゃないですか。そうですね、ちょっと最近健康が悪いのか毛並みが悪くなってきたので、ちょっとね、必要かもしれませんね。それをちょっとツルツルさせたいなみたいな感じなんでしょうか。そして、ニセアモシカではなく本物のアモシカさんからは、角袋、アモシカのね、鹿の角袋、いいじゃないですか。サラサラして気持ちよさそう、はもう、ま、だからアモシカにとっては角ですけれども、我々にとっては何かいろんなそういう入れるものとかね、あと自分を覆うものとか手袋とか、そうそう、そういうのもねいいのかなと思います。ぜひ皆さん、この後もこんなシルク製品あったらいいな、メッセージお待ちしています。それではですね、岡谷ブランディング部会のお二人とはここでお別れになりますが、アモシカさんからのリクエストをお届けしながらお二人とはお別れです。どうもありがとうございました。